やハロー、どうもこんにちは。アニメリアク職人ことマジ大時の浜です。はい、現在1月5日木曜日の午後12時24分ですね。さあ気になりますね。みことがえらい目になりましたけども、はい、とある科学のレールガン T11 話ですね。 D アニメストアで見ていこうと思います。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。いきます。3、2、1、スタート。これなんかミサカネットワークをミコトに入れたってこと？ちょっとそこはよくわからなかった。この神崎みとりもみーちゃんって呼ばれたけど、そう、そのみーちゃんって呼ばれてたのは多分神崎みとりやとは思うんですけれども、そのドリのなんか体の傷を見て来なくなったっていうのがなんか気になるな。引き離されたのかという可能性もあるんちゃうかな思って。ちゃうかな、あんま関係ないんかな。そうです、ミコトがどないなったんかめっちゃ気になるな。神崎みとりもリモコン持っとるやん。
缶バッジ。そう、ミコトがミトリに精神操作されてるわけか。うわ。わ、なんともないやん。そうね、今大破制裁の途中やもんね、まだ。ああ、あれ、これは触法やんね。え、あ、違うんかい？ああ、そうやね、触法やね、今の。上条。上条も何精神操作されへんの？神崎みとりがね。
や直接触るの無理やろこれどう。お守り。やっぱ上条が持ってきないね。うん。お。これには効かへんわな。お、黒子か。あ、黒子や。なんでデータを改ざんしてた？考察を送った。なんかおるな。ああじゃあ。ソギータ軍派か。参戦っていうのはそういうこと？ソギータ軍派が参戦ってこと？
誘導役、巫女のあれね、精神を誘導ってことだね。あ、光沢みとりを見つけ出してくれと。おお、これはあかん。来るぞ軍が。スーパーウルトラグレートデリシャスワンダフルボンバーぐらい長い名前。モイルニさんのロッキー肌くんの必殺技ね。この二人オープニングツアー組んでるよな。おう、パンチで消せんのこのサギ板も。おう、これでも聞かへんのよね、この何だっけ、黒子のなんか鉄棒みたいな。パワーゲーザーみたいな。あ、砂鉄や。トキータ強いね。
一気で確か砂鉄も消してたっけな。ネーミングセンスね、超すごいパンチ。おお、ほんまに超すごいパンチや。お、投げ飛ばす？あ、触った。お？ああ、戻った。触り続けなあかんのか、ほんなら。そぎいた軍艦好きやわ。このじいさん嫌い。あ、わった。ねえ、己の孫ですら実験体にしようがった、このまあクソじじいですわ。いやー、杉田君はかっこいいね。エクステリア、よいしょ。はい、まあ、まあ見事は見事に今あのね、木原源成に操られてしまったと。ほんでもって神崎みとりにさらにエクステリアの力で、精神まで乗っ取られた。ピンチしかないやんこれ。ほんで統括理事会、学園都市の統括理事会が狙いなんかな。あのビルがある限りこの学園都市ではその、非人道的な実験が繰り返されるぞというようなことを、見事の脳に訴えかけて、壊させようとしたけどもそう簡単じゃないと。せやけども何、まだレベル6に到達する 2% ぐらいやということやし、何、若い者は待てへんのかみたいな、誰が何を言うとなのじじい、ほんまね。で、まあまあそんな中、黒子が動き出したと。で、まあ職法に託されたわけやね、神崎みとりを捕まえろということやね。で、まああの黒子が黒子ならママを守ってくれると信じてたからやったかな、あの人質取られた時はね、何話やったっけな、4話とか5話とか、まあまあその辺かな。うん、これが不思議となんかいい感じみたいなこと言ったから、なんか普通に職法のその精神操作を解かずして思い出していきそうな、なんかそんな気もするな。そしてソギータ軍派ね、と上条、あの二人確かオープニングと組んでたというか、なんか一緒に戦ってるような描写あったと思うけど、ここやったよね。で、片や右手でかき消し、片やパンチで叩き落としと、あの雷撃を。
まあ強いね。で、どうやらその上条が触ることで、なんか一瞬戻ったから、ずっと触ってたら戻るというようなことか。そんな単純なことでもないんやろうね。まあ、こっからそんなトントン拍子に解決するわけはないやろうから、まだまだこう、まあ、胸くそ悪い展開が待ってんのかな。で、まあ、触法はね、木原源氏見つけたけど、果たして。で、まあ、あとね、その黒子が、美坂妹を見たけど、なんか響いてくるのかな、こういうとこも。あれ？ってなってたけどね。はい、とりあえず、ソギータ軍派、熱いね。めちゃめちゃ熱いね。はい、超すごいパンチ、流行りそうです。はい、以上、とある科学のレールガン T11 話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いいたします。はい、ここから僕の自己紹介なんで興味のない方は切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主、この本の著者であり、そして、大道芸人であり、メインは子供向けのパフォーマンスをやっております。で、普段やればできる、諦めない、これを伝えたくて、保育園、幼稚園、小学校、子供会などでやれば、まあ、パフォーマンスをしてるんですけれども、まあ、現在コロナの影響で約2年11ヶ月ほどまともに仕事がございません。貯金でなんとかやってますけども、だいぶ減ってきてますね。そんな中でいつの間にやら始めた、アニメのリアクション、今日で1015日やってますね。長いこと言ってます。で、一昨年推定2000本以上、一昨年の8月18から、3年前の4月頭ぐらいまでの約1年5ヶ月の動画ぶっ飛んだんですけども、それを乗り越えてやってきています。ただ、13年以上使ってきたこのパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったんで、去年9月14日に分けましたんでね、新たに作ったパフォーマーのチャンネルもぜひとも応援しててください。毎日19時に1本だけ動画投稿してます。URL は説明文になりますんでね、応援よろしくお願いします。で、過去のアニメリアクションは再生リストに作品別にまとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人ことマジ大道芸人ハマーでした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。